か。よっしゃ。これで食べてます。はい。はい。以上で、はい。はい。実は乗り遅れちゃって、あもう間に合わないかも。お待たせ。早っ。よく間に合ったね。東京モノレールは平均4分間隔で運行中。やるじゃんモノレール、行ってきます。東京モノレール、今どこ？浜松町です。え、間に合うの？大丈夫、間に合いますから。大丈夫って、え、東京モノレールは浜松町から羽田空港まで13分。やるじゃんモノレール、間に合った。早っ。率直なご感想を伺いたいですけれども、立原さんどうでしたか？はい、あの実はあの緑グリーンバック で顔だけを使うって聞いてて、どういう仕上がりなのか正直想像できてなかったんですけど、かなり分かりやすくて、東京モノレールのいいところが分かりやすい CM になっ てすごく嬉しいです。橋場さんはどうですか？はい、なんかマスコットキャラクターみたいですごく可愛らしい CM になってて、この前の昨年、はい、この前の CM は、うん、あの体調不良で出演できなかったので。そうだよ、メンバーに入ってたのにインスペクターになっちゃったんだよね。そうなんです。だから本当念願のっていう感じで、やっと自分が出てる CM 見れて嬉しいです。そうですよね。どんな感じで撮影だったんですか？なんか緑の幕をね、かぶって顔まで。わかりました。あのえさん、どうでした？でもあの表情だけでの撮影だったから、すごいあの撮影するときも顔もアイドルじゃないと思って驚いた顔して、そう、すごい言われて、で今見たらすごいなんか私マヌケな顔してちょっと恥ずかしかったですよ。いえいえ、ね、驚いたみたいな結構難しかった撮影の場所とかありました？シーンとか、なんか困った顔とか、はい、すごく難しかったですね。この前横浜アリーナで、うん、昨日一昨日とコンサートさせていただいたんですけど、そこでさしこちゃんが水着でね、一応攻略で、そうそうそう、水着でコンサートをしたんですけど、ね、本当にスタイルも良くてね、あの、うん、何？ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、胸さんも綺麗に漏れてて本当やるじゃんって感じですね。胸さん、いい脱ぎっぷりだったら自分の自分でもやるじゃん。確かに後にやるじゃん。3回公演中3回も脱ぐと脱ぎたがりと私たちは最後はもう一人で歌っちゃうっていう、確かに自分でもやるじゃんって思いますね。東京モノレールは羽田空港まで最短13分。東京モノレールは平均4分間隔で運行中。東京モノレールは浜松町駅まで乗り換え楽々。せーの、やるじゃん東京モノレール。できましたか？なんか何回も見たくなるし、ね、まあ、今回はサッシー見ようとかナコちゃん見ようみたいな感じで、たくさん見てほしいですね。ちょっと何回も見られて、そのメンバー同士の表情とか、はい、やっぱりびっくり顔がみんな面白いですね。監督にあの自分を捨ててやってってみんな言われてるだけあって、みんなが急にあの遅刻したのにすぐついてびっくりするところとか、東京モノレールの速さに驚いてる顔が一番いい顔でした。翻訳もそうです。そうですよ。横浜アリーナで本当やるじゃん。え、なんなの？めっちゃ見てた。なんなの？私の時間だから。ちょっと長いけど。そう、嬉しいです、こうやってメンバーが行くし、昔までおとなしかったメンバーもこうやって喋ってくれるようになって。もちろんステージで見るときは初めてですよね。たぶん初めて、ミュージックビデオ以外では初めてだったと思います。脱ぎっぷり、脱いだ感じ。正直あの脱ぐまでは誰が喜んでくれるのかも分かんないし、自分のファンだけが嬉しいことをコンサートでやるのはどうなんだろうと思っていたんですが、まあ、自分で公約で言ったことだったので果たさなきゃっていう気持ちで脱いで、実際テレビでも放送していただいたんですけど、すごく反響が大きくて、体だけはいいじゃないかと話題になってるらしくて、その胸以外完璧とみんながすごい褒めてくれて、その胸以外ってとこは引っかかるかなって自分でも思ったんですけど、全く引っかからなくて、その意外といいからだって言われたのがすごく嬉しかったです。今回HKT のドキュメンタリー、まだ公開日は決まってないんですけど、
私が監督をすることになったのを昨日発表になりました。もう何か準備されてるんですか？正直メンバーはまだ知らないんですけど、私決まったのが前で結構1週間ぐらい前だったのかな。そうで、もう準備に入っていて、メンバーの昔の映像とか、やだ、もう私はチェックに入ってますので楽しみにしてください。